プロゴルファーを目指しているとき、1999年に、自身の勉強のため片山慎吾のキャディを務めたという新岡隆三郎さん。その後もプロゴルファーを志望していたが、2006年に再びキャディを頼まれ同年に片山慎吾が賞金王を獲得。これを契機に本格的にプロキャディの道へ進むこととなった。 現在は岩田博士と上田桃子のキャディを務めており、これまでも数多くの選手のバックを担ぎ、優勝の喜びを分かち合ってきた。キャディの仕事は多岐にわたります。練習ラウンドでコースを把握し戦略を立てたり、試合ではグリーンの芝や風向きなどを読んで選手にアドバイスします。細部までコースチェックを行い、 気づいた点はイヤーデージブックに書き込むなど、下準備に余念がない。また、練習場や練習ラウンドでは、選手のスイングやボール軌道を常に注視してコンディションのチェックも行っている。その間に選手のクラブを拭くなど、道具を万全な状態に維持することもキャディの仕事だという。中でも一番重要なのは、選手の気持ちを良い状態に保つことです。 そのため調子が悪い時は、殻に閉じこもらないように積極的に話しかけます。その上で、好不調に関わらず常に冷静に会話します。キャディーが感情に流されると選手が不安になりますから、どんな状況下でも精神的な支柱になれることが、プロキャディーに求められる最大の素養なのかもしれない。 そんなプロキャディの年収を様々な年収について解説しているポータルサイト、平均年収、JP で調べたところ、480から1000万円以上だった。プロキャディの収入は1試合10万円ほどが相場。またそれぞれの契約により変動するが、 予選通過なら獲得賞金の約5%順位以内なら約7%優勝すれば約10%が支払われるのが相場だ。黒丸自分の飛距離はなんとなくわかっているけど、ヘッドスピードに応じた飛距離が出ているかどうか把握していますかヘッドスピードの割に飛んでいなければ、まだまだ飛距離が伸びる可能性は大です。 関連記事、ドライバーのヘッドスピードで目安の距離がわかる。飛ばしの3要素とおすすめ練習法も解説。